地元の若手アスリートを支援している明治安田生命。今回は熊本支社からの地元の元気ニュースです。地元 J クラブロアッソ熊本と共同で小学生向けサッカー教室を開催。終了後には熊本市職員による虫歯予防講習を実施し、お子様と保護者の皆様に歯磨きや虫歯予防の大切さをご説明しました。また連携協定を締結している肥後銀行の関連団体が企画する熊本の地下水の質と量を守る活動に協力。活動の一環として稲刈り作業に参加しました。支社独自の従業員募金を活用し、社会福祉協議会を通じて3年間で13市町村に18台の車椅子を寄贈しました。これからも明治安田生命熊本支社は地元の元気に貢献していきます。